平林初之助犠牲者、1. 小さな幸福中学の家庭スラムを満足に終えていない今村金太郎にとっては朝のゴム会社事務員月給75円という現在の職業は十分満足なものであった。 自分のようなどこと言って取り柄のない人間を大金を出して雇ってくれている雇い主は世にもありがたい人であると彼はいつも心から感謝していた彼はそれだけの給料でささやかながらも見かけだけは堅牢な家庭生活を築き上げていた彼の郷里である山陰堂の農村からほとんど富士山も見ないようにしてまっすぐ彼の家庭へ飛び込んできた細君は 村の生活と彼ら2人の家庭生活とのほかには世間のことは文字通り何も知らず彼らの生活と違った人生がこの世の中にありえるなどと考えたことすらもなかった夫婦の生活というものは月収75円の範囲内で収まるべきものと神代の昔から決まっているように想像していたしたがって現在の生活に満足している程度は 今村と同様、もしくはそれ以上であり、今村が雇い主に感謝していると同じように彼女は百姓娘の自分を人の羨む東京へ連れてきて養ってくれている今村に心からの感謝を捧げていたのである多くの下級事務員の生活がそうであるように今村の生活には一年中何の変化もなかった。毎日時間を決めて、 自宅と会社との間を往復すべく運命づけられた機械のような生活であったしかし彼はそれを当然であると考えていたこれは自分の生まれない前から決められていたことで今更どうにもしようがないのみならず変化などがあってはそれこそかえって大変だと考えていたこのまま月給75円の事務員として一生涯を終わっても そんなことは一向彼には苦にならなかったむしろそれを望んでいるくらいだったそれで結構一人前の生活をしてゆくことができるという驚くべき自信を彼は持っていた物価が投機すれば投機しただけ生活費を切り詰めればよい現在六畳と二畳とで十五円の家賃は六畳一間の曲りにすれば 少なくも3軒の部屋代を切り詰めることができると彼は四0万一の場合の覚悟を決めていたしかもこの地震後彼は現在の生活によって着々と実証していた4年の間に積み立てられた貯金はすでに270円何がしという額に達していたそしてこの貯金は毎月少なくとも10円くらいの割合で増加していたのである この小さな財産の上に今村の一切の希望は築き上げられていた郊外のどこかに六畳一間に3畳くらいの小ざっぱりした家を建てよう月に一度くらいは女房とやがてできるであろう子供とを連れて養殖の一皿も食べに出かけよう年に一度くらいは芝居も見物したい安月給鳥の頭の中を毎日のように往来する こうした小さな欲望が今村には現実の欲望とはならずに遠い未来の希望として描かれたり消されたりしていたのであることに家を建てるという考えはいくたび彼の頭の中で咀嚼され反芻されたことであろう彼の脳裏にはもう空想の自宅が完全に設計され建造され建具や家具や装飾を備え付けられて 主人を迎え入れていたのである。この自宅は自分の所有なのだ家賃を払う必要がないのだ彼にはなんだかもったいないような気がするのであったおまけにこの幸福な思想の特徴は何度繰り返して頭に浮かんできても決して平凡な無刺激なものになってしまうようなことはなくていつも生き生きとした新鮮な姿で現れ それが浮かんでくるたびに彼の幸福の雰囲気を濃厚にする不思議な力を持っていたことである二吹雪の夜の大都会。夜の十時過ぎ普段ならば銀座通りはまだ宵のうちだ全日本の流行の推をそぐった男女の群れが まるで自分の体内でも歩いているように屈託のない足取りでプロムナードを楽しんでいる時刻だけれどもその日は朝から雪で午後すぎからは風が加わって吹き降りに変わっていた9時ごろには2寸も粉雪が積もって電車も止まってしまった車道も歩道も街路樹も家々の屋根もただ見る一面の雪に覆われている 時々自動車がイノシシのように失踪して去る他にはほとんど生物の住んでいることを暗示させるものは何もないまるで大自然の威力の前に脆弱な人間の文明がおどおどしてカタツムリのように頭を固く殻の中へ隠して萎縮しているようであるこの荒涼たる大都会の夜景の中を 全人類を代表して自然の暴力に抵抗しようとしている人のように吹雪を真正面に受けて新橋から須田町の方角へ向かって歩いてゆく一点の人影があった自然はまた自然で小賢しい人間の木とを思うまま朗札してやろうと決心したかのように時にはうなりを立てて疾風を送り時にはケロリと静まってまるで傍観しているような様子を示す。 人間は寒さにいじけ風にあっせられてよろけかかっているように見えるこの世に希望を失った人生の落語者があてどのない八つ当たりの不平と自己嫌悪とに気を腐らして人生の航路さながらの吹雪道を無目的に歩いているように見えるしかし十時の夜勤を済まして駒込めの自宅へ徒歩で帰ろうとしている朝のゴム会社事務員 今村金太郎は旗で思うほど哀れな存在ではなかった第一雪道を歩くのは経験のない人が想像するほど寒いものではない少しくらい靴の皮を通して水気が足へ染み込んだところで摩擦の熱はそれを蒸発させるに十分である歩行の速度を少しばかり早めさえすれば運動が熱に変わって必要な程度には全身が温まってくる むしろ雪道を歩くのは汗の出る仕事である今村は暗い空から無限に湧いては軒明かりの光の中を斜めに切ってほてった顔にバラバラと降り注いでくる灰色の雪の冷たい感触をむしろ狂楽していた彼が一見風に吹かれてよろけているように見えたのは実は一歩一歩大地を踏みしめる足の下から 温泉のように湧き上がってくる幸福な思想のバネに跳ね返されて踊っているのであった実際今村はおとぎ話の王子のように幸福であった吹雪は自然が彼の幸福に捧げてくれる伴奏のように彼には思われた人気のない天地の中にただ一人歩いている彼にとっては空想は外部から邪魔される恐れはないことに 雪の夜の都会は空想の翼を欲しいままに広げるにはこの上なく好都合な環境である少年時代の思い出未来に対する数々の希望現在の生活の満足さ過方さこうした思想の再編が一つ一つ歓喜の歌となって彼の頭の中で最も非現実的な なしの中でのみ見られる幸福の惨禍をつづってゆくのであった分けても今村の欲しいままな空想をややもすれば独占しようとするのは近い将来に彼らの家庭の一員に加えられるべき子どものことであった彼はそれを男の子として考えてみるまると太った健康のシンボルのような栄治はいつの間にか 水平服をつけた5つ6つの年頃に変わる妻と2人で両方から手を引いて動物園へ連れて行く何でも好きなおもちゃを買ってやるやがて中学の制服を着た姿に変わる学科も優等でなくちゃいかんスポーツは野球がよいかな次には女の子として想像してみる洋服にしようか 和服が似合うかな名前は何と付けよういや名前などは今から考えちゃいかんその時のインスピレーションに任せておかなくちゃ顔は母に似て丸ぽちゃに相違ない女学校はどこへ入れようかな大きくなったら音楽家にしようかそれとも画家が良いか知らん絵は日本画と西洋画とどちらが良いか知らんて ことやいけ花を仕込んで純粋な日本娘風にしつけるのも悪くはないな空想の泉は空から湧いてくる雪と無限に争うてそれからそれへと果てしがない三。3化読者諸君私はここで。 厳正な第三者として一言述べておきたいことがある今村のような環境に生き今村のような人生観を持っている人生の功労者は果たして幸福であろうか私は即座にいなと答えるのに躊躇しないのであるなんとなれば彼の頭の中に描かれている人生と現実の人生との間にはあまりにも残酷な皇居がうがたれている 少なくも今日の世の中では今村のような人間の存在そのものがまれだ不自然である人間社会に行われている自然淘汰は彼のような病的な存在を長く許しておくはずがないのである今の社会に生きてゆくためにはもう少し悪ずれのしていることが絶対に必要である今村のような人間は 人間社会を支配している機械の歯車の中へ不用意に飛び込んだハエのようなものでそれが押し潰されてしまうのは自然でもあり必然でもあるのでそれを今さら悲しんだり同情したりするのはもう遅すぎるのであるこれから私が語ろうとするエピソードすなわち彼が社会の歯車で押し潰された次第は 多少不自然の嫌いがないでもないが決して珍しいことではなくこういう人間に必ず降りかかってくる運命なのだもっと目立たない形で人間の社会にざらに行われている平凡な現象の一つのレジュメといえば言えるくらいなものに過ぎないのだ打足のようであるがこれだけのことを是非言っておかないと弁護士という職業に従っている 私の妙な態度を誤解されるおそれがあるからちょっと言っておくのであるそれはさておき今村が本郷の通りをまっすぐに上富士前へ出て横丁を左に折れて木戸坂の方へさしかかった時もう時計は11時をだいぶん回っていた辺りに立ち並んでいる下田屋には軒あかりのついているのは珍しいくらいなので道筋は概して薄暗かった 町外れのの夜中の12時前。しかもひどい吹雪ときてはよっぽど差し迫った用事のある人でなければ門外へ足を踏み出す気遣いはない一つ場所に30分もたっていてもおそらく一人の人間にも出会うことはないであろうこういう寒い晩には今村の崔君は湯豆腐をこしらえておいてくれる習慣になっていた今村は急に空腹を意識して 熱い湯豆腐を目の前に想像しながら足を速めたその時彼は出し抜けに脳天の辺りにひどい衝撃を感じた非常に硬い物体で力いっぱいカーンと食わされたような感じだったクラクラと脳髄がしびれたような感覚があったかと思うとぱったりその場で混虫してしまったそれは ものの2秒ともたたぬ間の出来事であったそれから何分間たったかそれとも何時間たったかもわからない彼が意識を回復した時に街灯の上に積もっていた雪の厚さから察すると少なくも1時間以上もたっていたであろう彼は無言のままふらふらと起き上がった辺りは何事もなかったように沈むり返っている 彼はズキズキ痛む頭へ手をてててみた。別に血の出ていい。る様子もない彼は体をゆすぶって街灯の雪を払い落とした帽子を拾い上げて羅斜にくっついている雪を落としてかぶった今までポケットへ手を突っ込んでいたので気がつかなかったが手袋が片っぽしかない辺りの雪を足でかき混ぜて探してみたがどうしても見当たらぬ。 どっかで落とししたものらしい彼はこの馬鹿げた事件を一人で苦笑いするよりほかはなかった交番へ訴える必要はないと彼は判断した第一これを人間が故意に彼に加えた行為であると断定する根拠は何もない暴行者の顔を見たわけでもなければ声を聞いたわけでもないまるで降って湧いたように頭をどやしつけられたというにすぎないのだ ことによると上から原かあるいは華麗だか何かが偶然彼の頭の上へ落ちてきたのかもしれないいずれにしても何の証拠はないのだから訴えたところで加害者の分かる気遣いはないし加害者が分かったところで彼には何の利益もないただ彼と同じように交代の時間が来て家へ帰れるのを待っているお巡りさんに無駄な手数をかけ 自分もたとえしかももしこれが人間の処理でなくて偶然の天才であるとしたらどうだろう大自然を交番に訴えて人間に裁いてもらうなんて考えただけでも滑稽ではないかとはいえまるでさっきの不意の一撃が今村の頭から歓喜の感情をすっかり追い出し 彼の体から体温をすっかり奪ってしまったかのように彼は体中に激しい寒さを感じた頭の中にはもう一辺の空想も恵む余地がなかったことに極部の痛みと手先の冷たさとは全身の調子をひどく不愉快にしたその上なんとなく不吉な予感が彼の心をむやみに蝕むのであるまるで これまで運命の神に恵まれていると信じきっていた人間が突然最も露骨な醜悪極まるやり方で不信任の刻印を押された時のような不面目な気持ちがするのである安心と満足との山頂から不安と恐怖とのどん底へ突き落とされたような気持ちがするのである彼は急に世界が真っ暗になり今まで光り輝いていた自分の未来が みみるみるその闇の中へ吸い込まれてゆくように思った4行員妙な出来事のために不愉快な心を抱いて今村が自宅の門口に差し掛かってきた時である不意にまるで雪の中から湧いて出たように34人の黒い人影がバラバラと彼の面前に現れて 粗暴とも無礼とも言いようのないやり方で両方から彼の腕をわしづかみにした自信を持っていた人間が一旦自信を裏切られるとそれから先はひどく臆病になってしまって何事にも自信が持てなくなる一種の強迫観念にとらわれてしまってすることなすことがことごとくヘマの連発になる勝負ごとに一度負け出すととめどなく負け続けるような具合である 今村は不意に闇の中から現れた暴漢の無法極まる羞恥ちに対して抗議することも何も忘れてしまったまるでそういう取り扱いを受けるのは当然のことで自分はそれに逆らう資格のない人間ででもあるような気がした静かにしろと一人の総監が釘を打ち込むような声で言った貴様は今村金太郎にそういないか 第2の男がいくらか震えを帯びた声で言った3人目の男はポケットから警察署を出してみせて我々は警視庁の刑事だすぐに同行するんだと言いながら大事そうにまた警察署をポケットへしまった今村は全身がこんにゃくのように震えるのを抑えることも隠すこともできなかった第一の打撃で、 良い記憶腐らしていたりからとっさに降ってわいた2度目のさらに一層グロテスクな出来事をどう判断してよいか彼には考える暇も力もなかったただ理由なしに恐ろしかったそして誰も他の人は見ていないにかかわらず彼はまるで白昼大通りで丸裸にされて侮辱を受けているような侮辱を感じた 崔君が家の中から出てこないのを不審がるよりも前にこの不面目な場面を崔君に見られたら大変だという警戒の念が先に起こった家内はこのことを知っておるでしょうかと彼はガタガタ震えながら聞いた黙ってゆけと一人の刑事が無慈悲そのもののような調子で言った今村の両手はいつの間にか 鳥縄で固く縛られていた彼は命令された通り黙ってついてゆくよりほかはなかった自分の意思を全く失ってしまって他人の命令に絶対服従する気持ちには一種の快感が伴うものだ今村が恐れとか怒りとかいう感じをその時さらに感じなかったのは極めて自然であると私は思う貪欲な所有者は

残念とか悔しいとかいう生さしい心境を調達してしまうに相違ない彼はさも愉快そうにゲラゲラと笑い出すかもしれない無限の両端は一致するという心理には例外はないのだこの刹那の今村の心理状態を学者が分析するなら人思いに粉砕された刹那の所有者の心理状態との間に少なからぬ共通点を見いだしたことであろう 彼は刑事がするがままに街灯と上着と直気とズボンとのポケットを残らず裏返して紙くず一つ余さず所持品という所持品をことごとく没収された飼い主に追われて小屋の中へ入る豚のような格好と心理と思って彼は自動車に乗せられたその途端に彼は一瞬間自意識に帰った名乗しがたい絶望感が 風のように彼の全身を通り過ぎた。彼の唇は彼の意志とは独立にゆがみ頬の辺りの筋肉は硬直した「もうダメだ!」卑怯な家畜のような声が思わず彼の嗜患を漏れて出た3人の刑事は一斉にじろりと彼の頬を見た 5恐怖4人の人間の塊を乗せた自動車は石ころでも乗せたような無感覚な走望をして雪の中を疾走していった一行が警視庁へ着いた時はもう時計は2時をよほど回っていた彼はもう一度厳重な身体検査を受け街灯と帽子と上着とは参考品として没収され一言も言わずに まるでメリケンコの袋か何かのように荒々しく留置場へ入れられた今村は何よりも空腹と寒さとを感じたそしてこんな場合にこんなところで空腹を感じる自分の動物的本能に嫌悪を感じたしばらくすると係の警官が毛布を23枚持ってきた外には2名の警官が立番をしているらしかった彼は 本能的に毛布を足で持ち上げ歯でくわえて単位の上に巻きつけたその毛布はこれまで幾度ありとあらゆる忌まわしい犯人の体に巻きつきその体臭と汗とに染み込まれていることであろう彼は何とも言いようのない屈辱を感じたがそれでも毛布を捨てはしなかったそれどころかその毛布が自分にふさわしい着物のようにさえ思われた 彼にはどう考えても今夜の出来事は合点がゆかなかったことによるとあの最初の一撃を受けた瞬間に頭の調子が狂ってしまって今は夢を見ているのじゃなかろうかそれよりも最初の打撃そのものがすでに夢の中の出来事で自分は現在家で布団にくるまって女房と枕を並べて安らかに眠っているのかもしれない 廊下を往来する守衛の靴の音がこの上なく非音楽的なリズムを作って乾燥した音波を鼓膜に送ってくるその音には日本帝国官艇の威力がこもっているようで鼓膜を打つたびにヒヤリとさせるそれを聞いているとあるいは自分が無意識のうちに何か悪いことをしてそれを自分で気がつかずにいるのではあるまいかという考えが湧いてくる そして時とするとそれが動かしがたい確定的な事実のように思われてくる彼は体を激しく揺すぶってこの忌まわしい考えを振り払おうとした今頃女房はどうしているだろう自分がこんな不名誉なところにこんな見苦しいざまをしていることを知ったらどうだろう自分は何も悪いことをした覚えはないように思うが 女房はそれを信じてくれるだろうかそれとも彼女は自分を悪人だと信じきって愛想を尽かして逃げ出していはしないだろうか自分が刑事に捕まった時に顔を見せなかったのはどうもおかしいあの時もうすでに逃げたあとだったかもしれぬ彼はまた恐ろしいものを振り払うように体をゆすぶって妄想を追いやろうとしたが数時間前に 幸福な考えが泉のように湧いて出たように今はあらゆる忌まわしい想像が工場の煙突から吐き出される梅園のようにムラムラととぐろを巻いて彼の意識全体に広がっていくのであったそれでも彼は誰をも恨まなかった恨もうにも恨む相手がなかったのである警官は理由なしに新民を降因するわけはないしからば いかなる理由で自分を公認したのだろうわからぬまったくわからぬ明らかに無法だ無茶だだが誰が一体自分に無法を加えているのだろう彼はできるだけ冷静に自分の周囲を反省してみた妻はもちろん論外ださりとてゴム会社の一事務員である自分には 怪しむべき交友もない社は忠実に勤めている社長は自分が忠実に働くことを知って並々ならぬ行為を示している工場へは出入しないから職工とは別に交渉はない事務員は他に4人いるがみんな自分を好いている小遣いは社中で自分に一番親しんでいるし自分も彼には親切にしてやっている給仕に至っては 自分は他の事務員のようにこぎ使わないで友達同然に付き合っているその他には自分に交渉のある人間は世界中に両親の他にはないと言ってもよいこんな平和な安穏な環境に生きている自分に一体警察沙汰になるような事件の渦中に巻き込まれる可能性があるだろうか体はぞくぞく寒い頭はうずく が頭には旋風が吹いているようで何が何やらさっぱりわからぬ彼はこの機械極まる立場にいることが次第に腹立たしくなってきた一体彼らは自分をどうしようというのだろうどうにでもしてくれ一刻も早くどうにか始末をつけてもらいたいその代わりここから早く出してもらいたい この光を奪われた底冷たい不気味な部屋にいることだけは一分間でも辛抱ができん彼は死刑台へでもよいから早くこの部屋を出して連れていってほしいと思った 6. 板倉刑事課長の診問約二十分たった。 彼にはそれが数時間のように思われた家畜小屋の缶抜きのような非美術的極まる留置室の扉がこの上なく野蛮な音を立ててゴリゴリときしみながら開いた生まれ落ちてから罪人以外の人間には接触したことのないような型にはまった3人の警官が物々しい様子をして外に立っているここへ来いそののうちの1人が ブリキを叩くような声で命令した。彼は奴隷のように従順に黙って出て行った3人の頑固な警官が彼をまるで危険な猛獣か何かのように物々しく三方から護衛しながらさん然と伝統の光の照らしている大きな西洋馬へ連れて行った今村は日光を恐れるモグラのように明るい部屋へ出るのが決まりが悪かった 彼は数時間前から彼の身に降りかかってきたあまりに急激な変化のために以前の自分と現在の自分との連絡をはっきり自覚することができなかった不面目極まる現在の自分の姿が見知らぬ悪巻か何ぞのように客観視された彼は自分で自分を笑ってやりたいような気持ちになった「ザ・マ、まあミロ」というような痛快な感じが心のどこかから湧いてくるのであった 部屋の中央には数百年来そこに置いてあった彫刻か何かのようなその場にふさわしい格好をして板倉刑事課長が悠然と腰を下ろしていた彼は「こんなことは言う必要がないかもしれぬが前の晩にまだ4つになったばかりの末娘をどの女学校へ入れるかというくだらん問題について夫人と衝突し11時ごろ床へ入るまで不機嫌であったところへ」 ちょうど寝入り花を本庁から電話で起こされたのであったなんだ今頃と彼は叱るように電話口で答えたのであった当番の警部はつい今しがた、京橋の朝野ゴム会社の事務所で小遣いが頭部を撃たれて惨殺されているのが社長に発見されたこと直ちに看轄に非常線を張ったこと現場へは直ちに および係の警官や警察医が隣県に向かう手はずになっていること犯人は当夜夜勤をしていた今村という事務員に嫌疑がかかっていることなどをかいつまんで話した電話を聞いているうちに課長の顔には次第に職業的緊張が現れすぐ行きますと打って変わっておとなしい言葉で電話を切ったのであったそして彼は大急ぎで服を着替えて 自動車を飛ばしたのである。君が今村君かねと課長は彼独特のおとなしいそれでいて威厳のある言葉で口を切ったこの五調は彼が艦長の飯を食い出してから24年の間に習得されたものであったついでにちょっと言っておくが彼は重欲剛を制すというタクティクスをほとんど盲目的に信じていて 会議者や犯人が手ごわい人間であればあるほどますますおとなしい調子で話しかけるのが習慣であった今の口の切り出し方で見ると彼が今村をよほど油断のならぬ敵手と根踏みしていることは確実と言ってよいのである課長のタクティクスはうぶな今村に対してほとんど催眠術のような功を奏した第一印象において 彼はすっかり課長の柔和な人品に打たれたのである何か自分に反抗があったらすっかりこのお方に白状してしまいたいというような気持ちになったこの人を喜ばすためになら何かちょっとした罪くらいなら犯してもよいと思ったくらいであったところがあいにく自分が晴天白日の身で何も白状すべきことがないので彼は課長に対して申し訳のないような 気気のの毒ななような気がするのであったそこでせめて課長の尋問に対してできるだけ丁寧に答えるのが自分の義務でもあり愉快な人道的な行為でもあると考えたそうですと彼は心から恐縮しきって答えたいずれ詳しいことは判事から尋問があるはずだが君はなぜ降印されたか分かっているだろうね 彼はたた。ちちまち返事に急した実際彼にはさっぱり降印された理由が分からなかったのであるしかし分かりませんとおおむがえしに言ってのければ相手に余計の疑いを増すことにもなりそれに第一無礼にあたるような気もした少し妙ではあるがことによると帰り道で最初の一撃にあったことと関連して 何かの人違いで自分が行印されたのかもしれぬとふっと気がついたがさればといってわかっていますと言い切るのは相手をバカにしたようでいかにも通ずうしすぎるはっきりとはわかりませんがともじもじしながら彼は答えたはっきりとはわからなくとも覚えはあるんだねよしよしと課長は 人が転して大きくうなずいた。君は昨夜朝のゴム会社の小遣いを殺したろう獲物に向かって発射した弾の手応えを見定める時の熟練した寮夫のような目で課長は穴の枠ほど相手の顔を見た今の不意打ち的尋問の手応えを見て取ろうとしたのであるところが彼の期待とは打って変わった妙な反応が現れた 今村はポカンとして無感動な調子で何ですかと聞き返した実際よく聞き取れなかった様子である課長は化学反応の実験がうまくゆかなかった時の理科の教師のように小首をかしげたしかし彼はすぐに気を取り直した「浅のゴム会社の小遣いを殺したのは君だろう」というのだ。 課長は相手を容易ならぬ強敵と見て取ってできるだけ冷静に言ったいくら隠し立てしたってこちらでは何もかも分かっているということを犯人に強く印象させる必要のある時に彼が用いる態度である今村は初めて自分が容易ならぬ権威を受けているらしいことを自覚してそう儀に水を浴びたように胴震したそして これまでの自分の返事がみんな自分の実際の気持ちを裏切って相手に不利に解釈されていることに気がついて底知れぬ不安に打たれた課長に対する敬愛の心はたちまち憎悪の念に変わった唇はゆがみ舌は引きつって富に返事もできなかったので彼は黙っていたところが彼が黙っていたのは かえって彼の図太さの証拠であると課長は判断してこういう場合にいつも用いる息をもつかせぬ給水法を取った、7. 証拠昨日君は何時に医者を出たかっきり10時に出ましたそれからまっすぐに家へ帰ったか はああまっすぐに帰りましたそうか君は算術はできるねシャ車を出たのがかっきり10時それで君の家の門口まで帰ったのは今朝の1時20分過ぎだ君は帰り道に3時間と20分費やしているわけだよその頃は電車は止まっていたそうだが京橋から君の家までは いくら足の遅い人でも徒歩で2時間あればたくさんだ。ことに昨夜のような雪の晩には誰でもそうノロノロ歩いているものはない。もし君がまっすぐに家に帰ったのなら10時に車を出たというのはいつわりだろう。今村は、とで機化にあったことをよっぽど話そうかと思った。けれどもそれは、 何も証拠のないことであるかえって不自然な作り話だと思われる恐れがある彼は返事に窮してまた黙った課長はそれを決定的な有罪の証明であると判断して別段返事の督促もしないで次の尋問に移ったこの手袋は君のだろう彼はデスクの上に載せてある 一つのラクダの手袋を指し示していったそうですと宣告から不思議そうにそれを見ていた今村は承認したこの手袋の片一方をどうしたか覚えているか途中で落としたと見えてありませんでしたどこで落とした覚えがあるかありません君は小遣いを撲殺した時に ににも現場に落としてきたのだ。被害者のそばに落ちていたということだぞ隣県の警官からの電話で君の手袋の片一方が発見されたことが明瞭になっているのだ今村は頭から尻へ合串で突き通されたような気がした彼を犯人だと信じきった課長は勝ち誇った将軍の賞が 敵の交渉に幸福条件を指定するときのような確信に満ちた態度で言った。どうじゃ、覚えがないとは言えないだろう。覚えはありません」と今村は小声でうなるように言った。そしてこんな返事はかえって覚えのある証拠であるように思えて、自分で自分のへまさ加減がいやになった。 覚えがありませんというような答えは、新犯人の上等語であるということを従来の経験に照らして知り抜いている家長は、今村の返事などはしがにもかけずに一問を勧めた。覚えのない人間がどうして捕まったときに、家内はこのことを知っておりますかなんて言う必要があるのか。自動車に乗せられるときには、もうだめだなんて一りごとを言う必要があるのか。 いずれ重大な事件だから、すぐに係の検事から審問があるはずだが、生実じっか偽りを申し立てるがいいぞ、隠してはためにならぬぞ。課長は、太った体を満足そうにゆすぶりながら、言いたいだけのことを言ってしまうと、宣告から不動の姿勢を取っていた護衛の警官に、顎の先で合図した。今村は、 喉に線が詰まって一言もものが言えなかったしょんぼりとして警官に引き立てられていく彼の姿を見ると誰の目にもすっかり恐れ入って引き下がっていく罪人と変わりはなかった実際今村自身にさえ自分が罪人であるとしか思われなかったのである絶対絶命の不可抗力にお前が犯人だと暗示されその暗示は 人間技ではどうすることもできないような気がしたニューヨークの摩天楼のてっぺんから真っ逆さまに墜落するときに感ずるでもあろうような何とも施しようのないただ落ちるがままに任せておくより仕方のないような宿命を感じた昨夜のことが切れ切れに彼の頭をかすめて通り過ぎる崔君の顔と刑事課長の顔とが消えたり浮かんだりするその度に彼は 脳髄の中へ氷の棒を突き通されているような思いがしたそれから間もなく臨検の一行が帰り証人として浅野社長も召喚されて予申艇が開かれたことは言うまでもないがその内容は今のと大同少尉だからここで発表する必要はなかろうただ翌日の新聞の夕刊。長官の記事には間に合わなかったので2は「浅野ゴム会社小遣い惨殺去る。 という記事の見出しとして加害者は当社の事務員と記され今村がすっかり罪状を自白して直ちに未欠陥へ収監された記事が載っていたことだけを言っておけばよい8むしろ永久に未欠陥に今村は今も未欠陥にいる彼が無罪であることは、 彼からキレキレに聞いた話を総合して今読者に語っている彼の係の弁護士なる私は固く信じているけれども彼が法律上無罪になるかという問題になると私には必ずしもそれは保証できない弁護士として甚はだは不謹慎な方言をするようであるが実際自分は自分の弁論の効果にあまり自信が持てないのである第一、彼は あの晩に家へ帰る途中で帰化にあったことを一度も裁判官に言っておらぬし、今になってそんなことを言い出せば、かえって疑いを深くするような立場にある。しかるに、犯行は十一時ごろと鑑定されているから、これを言わなければどうしても現場不在証明が立たぬ。第二に、彼はその時に受けた頭部の打撲傷を判事に発見された時に、それになるべく自然らしい説明を与えようとして、 途中で転んで頭を打ったと申し立てているところがこれは極めて不自然な説明となっているなぜかならあの打撲症はかっきり脳天に受けているのであるから真っ逆さまに転んだのでなければあんなところに傷のできる気遣いはないしかるに歩いている人間が真っ逆さまに転ぶことはありえない第3に 事務所に彼が忘れてきた手袋がちょうど被害者のそばに落ちていたということはあまりにもフェータルな暗号であるもちろん手袋だけなら単なる一つの薄弱な状況証拠としかならぬが他の証拠と重なり合ってくるとこれは容易ならぬほとんど決定的な価値を帯びてくるのであるその他にも彼は予心艇においていろいろヘマなことを申し立てているそして 一旦口外したことは嘘であろうが何であろうが彼は断じて取り消そうとしない前言を覆すのは男子の恥辱だと心得ている男子の一言近鉄のごとしというヒロイズムだけを彼は頑固に信じているそんなわけで彼の答弁はかえって矛盾だらけになっているのであるこれを要するに彼は あまりにに善良すぎるために罪を背負ってその重荷を離すことができないという結論になってくるそれというのも我が国のいや我が国のみならず全世界の裁判制度なるものが形式万能主義で今村のような世にも珍しい被告の心理に彩られた複雑な事件を裁くようにはできていないからである最後にこの事件には 他に1人も者がない犯罪があって犯人がないというようなことは警察として忍びがたいところだそれに世間が新聞が承知しないそこで警察は犯人がなければ犯人を製造しても構わるくらいの意気込みで仕事に当たっているそれも事情をやむを得ないのであろういわんやこの事件では 被告に十分嫌疑をかける表面的理由があるのだから他に有力な嫌疑者でも出ない限り彼が証拠不十分で釈放される望みはないと言ってよいただ裁判所が一番困っているのは凶器が見つからぬことだ被告も凶器のことは知らぬ存ぜぬで押し通していることだしからば万一被告が法律上無罪になったとしたら彼は救われるかというと一旦、 も無残に破壊された人間の生活というものは容易につくろわれるものではない被告はこれまで呪いとか憎しみとか不平とかいうものを知らなんだそのためにこそ彼は75円の月収で未来の幸福を空想しその空想が現在の生活を幸福にしていたのであるところが今回の事件によって彼の頭には 不正に対する呪いと憎悪とが深刻に刻まれたに相違ないそれに朝の合資会社はこの事件にあったすぐあとで破産している仮に彼が釈放されても生活の本拠がすでになくなっているのだ人間が多すぎて困る不景気な今の世の中には殺人犯の嫌疑を受けた人間を雇い入れるような好奇心を持っている資本家は一人だってありはしない 世間の人の目にはいくら無罪に決まっても一旦収監された人間にはどうしても黒い影が付きまとって見えるものだアナトール・フランスの書いたクランクビュという青物屋と同じ待遇を彼らは世間から受けなければならんのだ最後に本人はまだ知らずにいるが崔君はあの事件に証人として呼ばれるやら何やらで肝を潰して月足らずで流産し 彼の空想の楽しい糧であった愛し子は闇から闇に葬られている崔君は国元へ引き取られてもう二度と東京の土を踏まぬようにと親戚から諭されているこれを今村が知ったらどうだろう彼の空想の幸福は要するにちょっとした間違いのために精神的にも物質的にも家庭的にもすっかり廃墟となってしまって それを再建するよすがはないのである。私はむしろ。彼を永久に未欠陥において。せめても、一縷の空想を楽しみながら。よを去らせてやりたいと。思うくらいだ。九。ほい。真犯人は誰か。私は。この物語を以上で終わるつもりでいた。ところが。 今村の後半も間近近、に迫った最近ちょっとした事件が起こったのでそれをホイとして書き添えておくのを適当だと思ったなぜかならたとえ正確にはわからなかったとしてもこの事件の真犯人について私が何の意見も述べなかったのは一部の読者を失望させただろうからである数日前私は少し調べ物をする必要があったので放脚を避けて 沼津の千本浜の一旅宿へ引っ込んでいた3日の間私は新聞も読まずにこの事件とは関係のないある重大な事件の調査に没頭していた4日目の朝であった昨日まで吹きすさんでいた西風がケロリとやんで珍しく海が泣いていた静浦の沖には無数の漁船が日光を凶楽している水鳥の群れのように点々と浮かんでいる 穏やかな波は小石だらけの渚へポシャリポシャリと静かな音を立てて打ち寄せている一体波の音というものは宇宙間における最も微妙な音楽であると私は言いたいそれは何千億という細かい小音の集まりであるあたかも太陽の水を構成している無限数の分子の一つ一つの衝撃がそれぞれ独特の響きを発し 人間の耳では到底聞き分けることのできない千差万別の音階をもって自然の一大交響楽を奏しているかのようである私はガラス障子をいっぱいに開け部屋中へ日光を直射させながら2階の廊下へ足を投げ出して初めて波の音を聞く人のように珍しそうにこの自然の音楽に聞き入りながらうっとりとして寝転んでいたその時に 宿のの女中が一枚の名刺を持ってきた。瀬川秀太郎という活字はすぐに私の心を自然に対する親しみから人間に対する親しみへ引き戻した私は3日の間食事の時に宿の女中とおざなりの言葉を交わすだけだったので人間の肉声に貸していたのであることに学校を出てからこの付近に小さい病院を開業している開業医でありながら どこか神秘思想家の面影を備えた瀬川はこの際私の渇きを意するには最も好ましい話し相手であった今度の事件が起こってからも彼とは一二度会っているのだ私は茶舞台の前に探査して来客を待っていた浅野という男が死んだね瀬川は一当たり休活の挨拶が済んでから急に和倒を転換していった。 私には浅野という男が誰のことか富には思い出せなかったので「ほう」と分かったようなわからぬような生返事をしていた瀬川はポケットから1枚の東京新聞を取り出して静岡版のところを広げて一つの記事を指し示した「浅野社長を自殺す」という見出しで浅野ゴム会社社長が引き続く事業の失敗のために会社を解散し その後、修禅寺の荒井旅館に陰性していたが昨夜、歌人の寝静まってから猫いらず自殺を遂げたこと原因は物質的打撃のために精神に異常をきたしたものらしく遺書のごときものは見当たらぬというようなことが書いてあったこれは、君が弁論を引き受けていいいる小遣い殺しののあった会社の社長じゃないか。瀬川は私が記事を読み終わったところを見済ましていった。 私の記憶は新聞を見た刹那からすでによみがえって読んでいるうちにも私の脳細胞は活発に活動し続けていたのであるしかもあの事件の後半はもう瞬日のうちに迫っていたので職業意識は極度に緊張して私の推理と想像の機能を最大限に働かせた記事を読んでしまった時には私はすっかり謎が解けたような気がした分かった と私は読み終わると同時に叫んだこいつが犯人だ朝野がかい瀬川は別段驚きもしないで聞き返したどうしてない私はとっさのうちに頭の中に書かれたプロットを追いながら話し出した最も,もいよいよ話し出してみるとすっかりわかったように思われたのがところどころあいな部分が残っていることに気がついたが 君はあの晩今村が帰り道で何者かに後ろから殴りつけられたことを僕が話したのを覚えているだろうあれは今村の帰宅の時間を遅らせるために浅野が暴漢を雇って殴らせたのだよそうしとけば今村のアリバイが立たぬからねそれに証拠は何も残らない頭の傷のことを言い出せばかえって 小遣いと格闘した時に受けたのだろうと逆に攻めつけられてやぶ蛇になるからねうまくたくんだものだこうしておいて浅野はその間に自分で小遣いを殴り殺して凶器を隠してしまい今村が事務所に置き忘れていた手袋を死体のそばに残しておいてちょうどその晩今村が夜勤の晩に当たっていたのを幸い彼に嫌疑を向けようとして何食わぬ顔で警視庁へ電話をかけたのだ 殺害の原因は調べてみれば分かるのが多分何か浅野が不正なことをしたのを小遣いが知っていたために生かしておいては危険だとでも思ったのだろうまあそんなところにそういないこういうボロ会社の社長は不正なことをせぬ方がかえって不思議なくらいだからね今度の自殺は両親の課釈の結果に決まっている全て関連しているじゃないかすっかり辻褄が合うじゃないか 私は我ながら自分の推理が比較的整っていたので得意を満面に浮かべて相手を見たすると今まで神秘的な目つきをして空間の一点を見つめていた瀬川はおもむろに口を開いて語りだしたやっぱり君もそう思ったかね僕も新聞を見た時には君と同じように考えてもみたがどうもそれはこじつけだよ 君のような法律家には人間界に起こる全ての現象が法律の範疇の中で動いているように見えるかもしれない全ての出来事が関連し関連した出来事は全て人間の意思に操られて計画的に進行しているように見えるかもしれないけれども僕に言わせるとあの事件は何もかもが無関係で偶然だよそれを勝手に人間が結びつけて 犯人のないところに犯人を製造しているのだ君たちは人間が少し変わった死に方をすれば必ず殺した人間がなければならぬと考える死人のそばにあるものは紙くず一つでもその犯罪に関係のある証拠品のように考える犯罪と同時刻に起こった出来事は何でもその犯罪と因果関係を持っているように思い込む 仮にいたずらものがあって、死体のそばに百人ばかりの名刺と10種ばかりの凶器等をばらまいておいたら君たちは一体どれを有力な証拠品とみなすつもりだい君は今になって今村がキとで受けた傷を何か人間の行為と決まっているような口ぶりを漏らすがあれは人間の行為じゃないよあれは30尺くらいの高さから 2寸余りの枯れ枝の枝がちょうど今村がその下を通りかかるときに墜落したのだ珍しい出来事だがありえないことではないよ少なくもそのくらいの枯れ枝が今村が地下にあった場所に落ちていたことは僕がこの目で実際に見たんだから確実だそれにちょうど脳天下傷を受ける可能性はこれ以外に想像できないからね それからちょうど折りやしくその時刻にもう一つの出来事が京橋の事務所で起こったのだそれは小遣いの親父が火の用心のために部屋を見回っている時に心臓まひで倒れた拍子に床でこっぴどく頭を撃ったのだ隣県の医師は頭部を凶器で撃たれてそのために心臓まひを起こして倒れたのだと言っているようだが これは時間にすればほとんど同時であるが原因結果の順序は逆になっている凶器がいくら探しても見つからぬのは凶器がないからなのだそこへ用事があって事務所へ来た社長が小遣いの死体を発見して警視庁へ知らせ隣県の警官が今村が運悪くその場へ落としていった手袋を発見して彼を 有力な権威者と睨んだのだそれから今度の浅野の自殺は新聞にある通り事業の失敗による精神過労の結果発狂したためだどの事件もみんな別々に互いに無関係に起こっているのだただ君たちのような法律家はこれを偶然の暗号として済ませないで是非とも真相を解決しようとするんだ とまあ、僕は解釈するね正直に白状するが私にはいまだにこの事件の真相はわからない私の解釈にも多少理由があるように思う瀬川の解釈にも動かし難い真理があるように思うしかし私の解釈の証拠は浅野が死んだ以上隠滅してしまっている 瀬川の解釈は自然を承認に立てるより他に法廷の問題にはならぬ。してみると周囲の事情は依然として哀れな今村に最も不利である。私には依然としてこの事件の弁論に対する自信はない。考えてみると弁論そのものが嫌になってくる。人間には人間を裁く力がないのだ。 わかりきった過護をも私は現在の法律では証明することができないのだこんなことを考えてくると私は弁護士という職業を廃業するより他に道がないような気もするしかしどんな職業だって同じだという気もするそれで私は相変わらずこの望みのない弁論をしてみる気でいるのだ 今村を助けるためではなく、ただ自分の職業として私と瀬川と二人で人間の加護の犠牲となった今村のことなどは忘れて良い気持ちになってその晩酒を飲んで別れた瀬川もそんなことは少しも気にしていないような様子で陽気に歌を歌ったりした海は 何事にも無関心で。線このままの波を。騎士に寄せているらしかった。